岡山県鏡野町で鹿やイノシシの肉など地元の食材を使った新作の弁当が完成しました。これが完成した山弁です。山弁と名付けられたこちらの弁当は、町内の飲食店や民宿などで作るグループが2009年から販売しているものです。今年も冬の新作が完成し、鹿やイノシシの肉などを使った弁当2種類がお披露目されました。鹿肉の串カツやハンバーグなどが盛り付けられ、肉は柔らかく臭みがなく、旨味と程よい脂身が口の中に広がります。柔らかくてね、皆さんのイメージとはちょっと違うと思うんで、食べていただきたいなとは思います。ワイルド感というか、がっつりこう弁当に入れてみて味わってもらおうと思いました。この山弁は来月28日まで町内にある道の駅奥津温泉などで1個1200円で販売されます。購入するには2日前までの予約が必要で、2個から受け付けています。